ガッと立って低く立ってですね、どん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 前へ出ていくとやっぱり違いますね。あ、はい、なるほどね。身長がね十何センチ大きいんでしょ。そうですね。それ人がですね頭の高さも同じですもんね、立ち合いは。はい、はい、それはやっぱりねそっちの方がやっぱり強いですよ。まあ琴欧州いっぱいはしていますが、こういう相撲を続けると楽しみということが言えますね。そうですね、こういう相撲を取ってくれるとですね白鵬戦が楽しみじゃないですかね。そうですね、はい、佐藤さん、はい、琴欧州引き上げてきましたね。私身長差がかなりありますが下から質問するんですが、はい、上からにっこり笑いましてね。あ、そうですか。まあ、自分の相撲さえ取れればなんとかなると思っていましたと、かなりこう自信の口ぶりでしたね。これが今の番付の差を表しているのかもしれません。佐藤さん、はい、稀勢の里の方はですね、立ち合いのこと、それからすぐ取られてしまった上手のことを聞いたんですが、全く言葉は出ませんでしたね。これで現段階で勝ちっぱなしは白鵬だけ。稀勢の里は6日目に交代しました。3日目に幕内808勝の新記録を打ち立てた海王、その後は黒星が続いています。過去8回の対戦で4対4と数字上は互角の豊ノ島戦。制限時間いっぱいです。前回の対戦では海王が小手投げで勝っています。その時に豊ノ島は肘をまた痛めてしまいました。それ以来の1年ぶりの対戦です。豊ノ島が突っかけていきました。豊ノ島早く攻めた、すくい投げ、豊ノ島の勝ち。海王は3連敗。豊ノ島はこれで今場所春馬富士そして海王と2人の大関に勝ちました。立ち合いにすぐ2本入りました。すくい投げで豊ノ島の勝ち。小車さん、はい、海王が千代大会相手に新記録を達成してから、そうですね、相撲がね、まあその達成感で気が抜けたということはないとは思うんですがね。そうですね、はい、ちょっと相撲がねバランス崩してると言いますかね、はい。まあ、逆に豊ノ島側から見ると今日の一番どうですか。もう今日はもう右左とこう日本差し狙いだったんですよね、はい、それもやっぱり早く攻めないとですね、海王の小手投げっていうのはね、これはもうみんな分かってることですから、はい、これ右から小手投げ打たれるとねかなり厳しいもありますからね、もうとにかく早く攻めようと、自分の差し手を、ね、決められないように早く攻めようっていうことで、まあ、立ち合いから攻め切ったと思いますけどね、うん、ちょうど1年前の初場所で海王の小手投げに左の肘を痛めて途中休場、そこから番付を下げてしまっていましたが、1年ぶりにまた上位対戦圏内に戻ってきて、これで2大関に勝った豊ノ島。豊ノ島はこれで横綱大関との今場所